シジズモンド・ディンディアは、ルネサンス音楽末期から、初期はロック音楽の作曲家で、クラウディオ・モンテベルディの最も洗練された、同時大臣である。おそらく1582年に、シチリア島のパレルモニテ、貴族の家庭に生まれた。1600年になるまでの追い立ちについて、詳しいことはわからない。17世紀前半におそらく、イタリア各地を遍歴し、いろいろな作曲家と出会い、 様々な貴族の宮廷に被護者を求めたり、地域ごとに異なる音楽様式を吸収したりした。当時は音楽史における過渡期であり、後期ルネサンス音楽のポリフォニー様式が初期バロック音楽の足したような慣例に道を譲った時期であった。そしてディンディアはどうやら比べ物のないほど幅広く、イタリアにおける作曲様式の実情を完全に知り尽くしていたらしい。 ルカ・マレンチオの表情豊かなマドリガーレ様式、ベネツィア学派の複合唱様式、ローマ学派の保守的なポリフォニー様式、古典古代の音楽を復活させ、それによってより大きな表現手段であるオペラを新たに発展させようとしたフィレンツェのモノディ様式、そしてナポリのカルロ・ジェズアルドの濃密な情緒を持つ半音階によるマネリスム様式である。ディンディアはオペラ誕生の地、 フィレンツェやモンテベルディが主観していたマントバにいたことが知られている。ナポリではおそらくゼズアルドにあっており、1610年までにパルマやピアチェンツァに滞在していた。翌1611年、サボヤ公国に指揮者として雇われ、1623年までトリノに過ごした。この頃が最も想像力旺盛で、1600年から1610年までに聞き知り、 吸収した、様々な種類の音楽を融合させ、リンディア独自の統一の取れた様式を編み出していった。明らかに政治的陰謀のために、サボーヤからの出国を余儀なくされると、トリノを去って、モデナに行き、後に、ローマにも足を運んだ。モデナで最後を迎えたらしい。晩年についての詳細もまた追い立ちと同様に乏しい。バイエルン選定校。 マクシミリアン一世の宮廷に雇われたとする記録が一点、残っているが、ディンディアが同地にいたという確証は存在しない。現地入りしてすぐ亡くなったのかもしれない。ディンディアの作品は当時のほとんどの音楽形式による声楽曲で占められている。すなわち、物ィ様式、マドリガーレ、モテットである。物ィ様式による作品は、 ディンディア作品の中でも最も数多く、重要な部分を占め、種類も多い。アリア、ラメント、モノディ様式の間取りがあれ、グラウンドバス技法による変装形式の歌曲など。様式的に、ディンディアの作品は、同時期のモンテベルディとの共通点が目立っている。表現力豊かな半音階、異様な解決を伴う、不協和音、ドラマに対する、鋭い直感である。 長めのモディカ曲のいくつかは、事実オペラの場面を彷彿とさせるが、ディンディア自身は、特に、オペラと呼ばれるような作品は書いていない。ディンディアのポリフォニー様式のマドリガーレは、テクスチャーの発想をジェズアルドに追っており、緩やかで強烈な半音階の楽奏と、軽やかで、ほとんど興奮したような全音階的なパッセージとを、重ね合わせるというテクスチャーをとっている。この意味において、 ディンディアは、ジェズアルドの唯一の後継者であった。ディンディアの後期作品のいくつかは、一つの曲の中で、同時代のイタリア人作曲家のほとんどすべての影響を示した、類のない作品もある。ありがとうございます。